5日土曜日の全国の天気をお伝えします。北日本や北陸はだんだんと荒れた天気となります。まずは予想天気図で見ていきましょう。北日本を通過する低気圧の影響で北日本や北陸は雨や雪が降りやすくなります。また等圧線の間隔も混み合っているため風も強くなる予想です。またここから伸びる前線の影響で西日本などでも雨の降るタイミングがありそうです。それでは天気の移り変わりを見ていきましょう。朝は広く日差しが届きますが北日本や北陸はだんだんと雨が降り出します。さらに西日本も日差しが届いていても各地でにわか雨の可能性があるため空の変化にお気をつけください。沿岸部では雨、内陸では湿った雪が降りやすくなりまたさらに風も強まるため横殴りの雨や吹雪に注意が必要です。夜になるとだんだんと沿岸部の雨も雪へと降り方が変わっていきます。日中は気温が上昇するので融雪災害に注意が必要です。関東以前のところは日差しが届くんですけれども、西日本は黄砂が飛来する恐れがあります。健康に大きな影響はないと見ていますが洗濯物の外干しは控えた方が安心です。各地の詳しいお天気情報はアプリウェザーニュースからご確認いただけます。ぜひご利用ください。